こんにちは、ホタルです。今回はですね、10月29日にありました公式生放送のまとめをやっていきます。頑張ってキュッと短くまとめます。いきます。はい、お品書きこちらですね。目安箱とアップデート内容、新部署紹介、シーズン9大名家紹介、大喜利飛ばしてキャンペーン情報って感じですね。まあ、いつも通りの内容な感じでシーズン9がもうそろそろ始まりますんでっていうところですね。目安箱から行きましょう。ちょっと今回はですね、システム関係の、目安箱というか、まあ、改善というかですね、変更っていうのがちょっと多めだったので、まあ、そこら辺の、ポイントを抑えながらですね、目安箱行きたいと思います。1枚目ですね、新イベント、個包探索ですね。なんかこれは運営が想定していた以上にですね、領土線が活性化したらしいので、引き続きやっていくような、方針だそうです。はい、次。大名領土の制圧5分短いですっていう話なんですけど、これはですね、5分のままにするそうです。まあ、賛否両論あるようですけど、まあ、攻めやすいようにですね、システムを持っていこうとしているところの一つですよね。まあ、どんどん攻め側が領土線は有利になっていってますけど、まあ、それの一つで、こちらの方は変える予定はないそうです。はい、次。空白地を活用して領土侵攻を防ぐプレイについてですね。空白地はですね、まあ、方位で作ったりとかですね、里攻撃で、作れたりとかでしますけど、まあ、そこら辺のですね、リスクとかもありつつ、どういう選択をするかっていう戦略性っていうところで、まあ、基本的にはこのまんまの感じなんですけど、一部ちょっと変更する予定があるそうなので、そちらのご紹介なんですけど、っていうのがですね、旗がない領主がですね、守備隊を攻撃してですね、領土の攻撃開始はできないですけど、もう一門の誰かが攻撃開始してたら、守備隊を個別で下げて、旗がない、領主が倒して、で、旗がないので制圧できません、空白地になりましたっていうのが、できたんですけど、それを起こらないようにですね、できないように、そもそもタゲできないようにっていうふうに変更するそうです。で、巻き込みでですね、他の部隊とか、里とか攻撃してた時に守備隊に、まあ、旗のない、領主が攻撃してっていうところもあったんですけど、それも巻き込みも旗がない領主に関してはなくすそうですっていうところですね。で、まあ、ただしですね、里や部隊へ の個別への攻撃っていうのは、まあ、領土守備隊に関しては、触れなくなりますけど、そっちの方は引き続き大丈夫だそうです。はい、次。ただ大名領土の制圧を実行してあえて失敗して休戦をつける行為への対策ですね。で、こちらはですね、まあ、遅延行為というか、同盟組んでる大名同士で休戦付き合うとかですね、そういうのなんですけど、まあ、壁張るっていう感じですね、休戦で。で、それをですね、まあ、運営さんも、認識しているので、そこについてはですね、大名家ごとに休戦時間を作るっていう風な考えに、なってるそうです。制圧失敗に関してはですね、制圧成功とかは もちろん普通に、休戦になるんですけど、制圧失敗に関してはですね、まあ、A の大名の領土を B が攻撃して、で、B が失敗して、A の大名領土に休戦時間が、まあ、ランク高いところだったら6時間つきますよっていうところで、休戦壁作れてたんですけど、その休戦っていうのを B の大名家のみへの休戦っていう形にするそうです。なので C の大名家からは攻撃が可能っていうことで、まあ、その互いにですね、衰弱前提で制圧失敗してっていうのが、まあ、起きなくなるようにですねしていくそうです。まあ逆に制圧成功の方は別に今まで通りなので、まあ失敗じゃなくて成功によって壁作るっていうことはまあできるっていう感じですかね。で、それにちょっと伴ってなんですけど、衰弱時に里や部隊攻撃はできないようにするそうです。衰弱しててもですね、まあ、起動とかがめっちゃ遅くなって、攻撃とかも、低くなりますけど、参戦はできたんですけど、まあ、特にですね、里のロックっていうんですかね。里が移動できないように衰弱で起動も低いですからね。長時間ロックっていうのができたんですけど、そういうのができないようにしていくそうです。はい、次。大名所有領土により常に総力戦になることについてですね。
はい、こちらへの回答なんですけど、このゲームの根幹に大名家がありますので、大名家 VS 大名家っていうのを意図してますので、まあ、そちらについては、変更というか、対策というか、そういうのは、まあ、もともと考えてないみたいです。で、まあ、一門 VS 一門に関しては、攻城戦でやっていただけるようにっていう風な意図だそうです。で、それに伴ってですね、まあ、次のスライドに行くんですけど、攻城戦をもっと活発にっていうことですかね。に対しての、話になります。攻城戦が起きにくいです。維新抑制の動きへの取り組みを教えてくださいっていう形だったんですけど、まあ、こちらはですね、特に話してたのがですね、領土戦は進めてって、領土は取るけど、あえて城は取らないで、敵領土の、真っ只中にポツンと味方の城だけあるみたいなところ。っていうのが起きているので、そっちの方にテコ入れをしていくそうです。まあそういう城ですね。敵大名家の領土に囲まれた城について、まあ案が固まってるわけはないんですけど、まあ例としていくつか出されてたので、そっち紹介するとですね、周囲の領土を持っている一門や大名の持ち物に、持ち城に自動的になるようにするだとか、まあ、所有の一門が周辺領土を、攻められるようなシステムにするとかですね、今100離れて、100以内だったら攻めれるんですけど、まあ、長距離からだったらどん底化しますし、まあ、難しいけどっていうところなんですけど、まあ、それこうにまた手こ入れするかみたいな感じですね。まだこれ確定してないんで、まあ、あくまで例を挙げて2つ今ご紹介しましたけど、こういう感じにして、まあ、領土をバーって塗ったら、その塗った領土大名家や一門の所有状になるとかですね、まあ、そういう風な感じで、対策を考えているそうです。はい、次。通常の攻城戦参戦中も番外攻城戦と同じように領土を攻められないようにしてほしいですっていうことですね。まあ同時攻城とかですね、攻城中に領土を塗るとかっていうことに対するですね、対策してくださいっていう目安箱だったんですけど、これについてはですね、城や領土を広範囲で持ってる一門や大名家が不利になるように、意図してるので変更はない予定っていうことですね。まあ、なので、まあ、同時工場とか、工場プラス領土戦とかですね、工場の隙に領土を取るとかですね、そういうのも現状、ゲーム内で、可能ですけど、まあ、それは、まあ、なんていうんですかね、運営さんもわざとというか、そういう感じで、まあ、把握してて、まあ、そのまんまですよっていうところですね。という回答でした。はい、次。シーズン開始後にすぐ形勢が決まってしまいますっていう話。これ前は、の生放送でも話ありましたよね。で、これこうで改めて話されてたんですけど、まあ、施設の育成とかをですね、抑制するような、ことを考えてますって前言ってたんですけど、まあ、施設の育成をより大変にする予定だそうです。より、まあ、鈍化するようにですね、考えてるっていうことですね。で、まあ、その中の、一つとして、制圧可能ランクってあるじゃないですか。例えば、B ランクだったら10とか、A ランクだったら14とかだったかな。とかの、屋敷レベルに到達しないと、そのランクの領土は制圧できませんっていうやつですね。で、まあ、そことですね、調達可能な領土ランクっていうのがイコールだったんですけど、調達可能な、領土ランクに対する屋敷のレベルっていうのを下げる予定だそうです。まあ、シーズン9とかからになるですかね。っていうことなんですけど、まあ、なので、まあ、B で言うと制圧が10必要なんですけど、調達は屋敷レベルが8あればできるとかですね。そういうふうに、まあ、これは、確定した数字じゃないんですけど、まあ、例としてそんな感じでっていうところで、ね、これによって発生することが予想される、制圧、するために頑張って屋敷レベル上げた人が、その領土で調達できないっていうことが、まあ、起き得ると思うので、まあ、そこも考慮して、自分の所有領土に対してはですね、見分調達って今、泳ぎ術とかでありますけど、あれを VIP レベルに依存した形で付与する予定があるそうです。なので VIP レベルが高い人が、まあ、施設の育成早いしっていうところがあるんですけど、まあ、そういう風に頑張った人に対してはVIP レベルに、対して、見分調達の回数を、何個とは言ってませんでしたけど、付与してくれるそうで、
その人が、まあ、その持ってる量ですね、調達別枠でできますよみたいな形でする予定だそうです。はい、次ですね。サーバー統合時に一門の仲間とはぐれないようにしてほしいですっていうことだったんですけど、まあ、これの、回答としては、一門単位での移動は検討しましたが、その結果、なしという結論に至ったそうです。で、まあ、そこの、まあ、過程というか、そこに至る、前提のデータとしてですね、第一希望がですね、現在ですね、約 93% 通ってるそうです。第一希望の、大名家。に 93% いけてるそうです。 7% がはぐれるみたいな形で、第二希望まで含めたら 96% の領収がいけてるそうです、希望通りに。なんで第二にも入らなかったっていう人は 4% ぐらいなんですね。まあ、この 4% 大きいのか小さいのかって見るのはまた話はあるんですけど、まあ、なのでどちらも9割超えてるっていう状況から、現状では、まあ、これのままでいくつもりみたいですね。まあ、ただしですね、第一希望から外れた領主や、そもそも希望なしで出してくれた領主さんには、なんか小判などの配布ですね、とか、まあ、アイテムとかですね、の配布とかを検討しているそうです。なので、まあ、どこでもいいやっていう人はですね、希望なしであえて出すと、なんかいろいろ小判とかアイテムとかはもらえますよっていうところですね。もしはぐれてしまっても、小判とかがもらえるっていうことなんですけど、まあ、小判もらったところで、一門からの仲間からはぐれてしまった方が痛いんですけどね。はい。はい、アップデート情報いきましょう。まず、メンテナンスのお知らせですね。10月30日の朝8時から、18時までですね。10時間メンテナンスがありますと。なので、ここは忘れないようにですね。この動画が29日に出てるのか30日に出てるのかちょっとわかんないですけど、30日の朝8時からメンテがあるので。気をつけてください。はい、次ですね。ここからは全シーズン共通のアップデートについてご紹介していきます。1個目がですね、戦闘力っていう指標が登場するそうです。今までは総合力で、まあ、領主ごとの、まあ、強さっていうのをある程度見てたんですけど、まあ、戦闘力とは、まあ、ある程度比例しますけど、ニアリーイコールだったっていうところで、まあ、戦闘力っていう、指標を登場したして、まあその上位の人たちにですね、勲章を、配布というか、まあ、バッチつけますよっていうことで、見た目でもわかるようにするそうです。まあ、これはいいですかね。まあ、両方持ってる人も当然出てくるでしょうけど、そういう人はさらに要注意っていう感じかなっていうところで。はい、次ですね。まあ、前から言ってましたけど、交流のアップデートでですね、確率アップする、武将を選べるっていうのを言ってましたけど、まあ、これが登場するそうです。で、全身の共通ですね、天武900と天武850の中から1人ずつ選べるそうです。で、まあ、なんか、その記念としてですね、50個配るそうなので、交流更新で、使ってみてくださいっていうことですね。まあ、お気に入り登録して、特に欲しい武将はですね、確率アップのボタンを押すように、忘れないようにですね、しましょうということで。で、どれくらい上がるかっていうのは数値的には、まあ、明言はできないんですけど、今、シーズン8でもだいぶ武将増えてきましたけど、それ使えばですね、シーズン1ですね、シーズン1の武将が少なかった頃ぐらいの、確率で、天武900の武将が当たるそうです。なので、まあ、3倍とか4倍、もっとかな ?5 倍、6倍ぐらい当たりやすくなるのかなっていう感じですかね。もっとかなちょっとわかんないですけど。はい、次。校長先生でのアップデートですね。まあ、なんか、感染の数とかが分かるようにするそうです。感染の数が分かるようにするんじゃなくて、感染の人数を増やしてくださいっていう感じなんですけど。はい、次。絞り込みですね。技能の絞り込みの機能を追加ということですね。で、まあ、これが、新しいカテゴライズとかも追加されるっていうのと、ですね、技能の編成画面から、見ていくとですね、その編成の現在の技能のレベルとかが分かるようになるそうです。え、次。これシーズン8対象なんですけど、現状はですね、服部半蔵だけが持ってる狐走りですね、が、強化されますっていうことで、隠密の効果が忍者陛下の場合は10秒から30秒になりますと。他の陛下の場合は10秒ですね。で、隠密がですね、遊撃中の部隊の攻撃対象にならないという、効果に変わります。今まではですね、交戦開始まではたげられないっていうことだったんですけど、まあ、待ち伏せ部隊とかに引っかかったり、まあ、遊撃すり抜けて守備隊にたどり着いた時でもですね、
そこから、30秒間はですね、そこから30秒間、出陣から30秒間ですね、は、遊撃のタゲに入らないっていうことなんで、まあ、これ結構強くなりましたよねっていう感じですね。隠密が、いろいろ使っていろいろできそうです。はい、次、火事のアップデートですね。設計図の所持の有無がパッと見でわかるようになるのと、錬成に必要な素材をですね、今持ってるかどうかですね。まあ、これだと知略強化1っていうのを他で持っていれば、知略強化2に強化できるんですけどっていうのが、パッと見でわかるようになるそうです。はい、次、全身図共通は、士官先願いの、調整ですね。は、これさっき言った通りですね。で、全シーズン共通のところで、戦貴族の自動出撃ですね。が、自動出撃を2部隊設定したときですね、同じ巣窟に行っちゃってたんですけど、別々の巣窟に出撃できるようになるそうです。で、シーズン7以降は、特別攻略異例に対してはですね、今まで完全ランダムだったみたいなんですけど、まあ EX 上はちょっと除くでしょうけど、不利な大名が集中して選ばれないように調整するそうです。はい、次、まあ、出撃メールのは、まあ、わかりやすくなりますよっていうところと、ここちょっと大きいですね。メンテ開始時に調達部隊を帰還させる際っていうか、勝手に帰還するんですけどね、メンテ開始時にですね。で、それまでにメンテ開始前の10分とかに出してたら、その10分分しか調達できなかったんですけど、これが、メンテナンス後に完了扱いで返ってくるようになるそうです。はい、一文色のやつはまあいいか。で、次ですね。全シーズン共通の、検索機能追加ですね、情勢からのと、同盟部署の配置情報を追加、まあこういうふうに右上に出てるような風にですね、わかりやすくするそうです。で、攻撃隊の方は、まあ絞り込みとかがやりやすくなりますよっていうのと、シーズン5以降はですね、調達、見聞調達の回数を超えた調達は命令はできないようにっていうふうに変更だそうです。はい、新部署いきます。今回一人でしたね。で、全シーズン共通なので、皆さん来ますっていうことで。はい、画面に出てる通り、太田道館さんですね。天武900の武将になってます。ステータス高いですね。統率とかも高い。他も高い。で、まあ、初期陛下3つが S と A と S っていうことで、他は C になってますね。で、印象こんな感じで、まあ、初感なんですけど、強いです。で、まあ、ほぼっていうか、まあ、剣心の副将用に来たかなっていう感じですね。技能の部列っていうのがですね、大将の場合か、副将で大将と同じ因子が2以上の場合にですね、部隊の武勇プラス 4%、知略プラス 4%、戦法、発動速度プラス 10% ですね。はい。なので、剣心ですね、筆口剣心の、副将につけるとですね、2以上になるので、因子が、剣心の同士打ちの戦法がですね、さらに早く打てるようになりますっていう感じです。で、まあ、戦法内容もですね、ここ書いてある通りなんですけど、強いっす。結構強いです。かなり強いです。まあ、剣心が打って、その後に連鎖してくれたら、もういいっすよね、っていう感じですかね。で、連鎖順早いなんで、武勇とか知略のバフとかは先に入りますと。はい。まあ、初感はこんな感じですね。で、まあ、手に入れてからまた、いろいろ動画出せればなと思ってます。はい。編成例ですね。剣心の下に、太田さん入れてる編成になります。はい、もう一個ですね。これがシーズン1から組めるような、編成になってます。こんな感じを想定されてるそうです。はい。まあ、なので、まあ、どちらも大将じゃなくて副将に入れてますからね。まあ、こういう扱い方を想定されてるみたいですね。まあ、大将でもまあ使えると思うけどね。シーズン1とかだったら特に。はい。で、次いきます。シーズン9の全体マップが発表されました。で、海が広いっすね。九州、中国、四国地方なんですけど、まあ、海があって、で、海ならではの、みたいな新システムというか、新、なんたらをとか言ってましたけど、まあ、これについてはですね、なんか、海も領土として、扱うみたいです。で、海も調達とかもできるそうです。ただし、海で米とかが取れるわけはないので、まあ、なんか海産物とかになるみたいですね。で、それについてはですね、まあ、次の公式生放送、もう1周年記念直前放送になるんですかね。で、発表されるそうです。詳細についてはですね。まあ、それぐらいしか喋ってなかったんで、まあ、海も領土としてっていう感じみたいですね。はい。で、次ですね。大名家発表されました。島津家、大内家、毛利家、天子家、長宗我部家で来るそうです。
五大名家ですね。また五かっていう感じなんですけど。はい。まあ感想を一言で言ったら、大内家人気出なさそうって勝手に思いましたけど、どうすかね。わかんないんですけど。大友家とかでいてよかったんじゃないかなと思ったんですけど。まあ大内家らしいです。はい。また、これですね。はい、キャンペーン情報になります。さっき紹介しましたですね、太田道館さんがですね、検定投与で来ますと。で、メンテナンス後からですね、全サーバー共通で来ますんで、シーズン1の人も2の人もですね、来ますんで、こちらの方をチェックし忘れないようにですね。で、生放送の、商品景品プレゼントみたいなやつで、投与所太田道館っていうのが、選べるようになってますね。21枚って言ってたかな、は皆さんもらえますんで、まあ、そっちの方か、まあ、名所投与所にもできますけどね、選択でっていう感じです。はい、はい、次、もう現在あってますけど、キャンペーンで歴史シミュレーションゲームの日っていうのがあってますと。もう終わりますねっていうところ。はい、次、生放送の日29日から始まってますけど、ハロウィンキャンペーンっていうのが始まってますっていうところで、はい、次。11月1日からですね、11人の続軍っていうのの、映画公開キャンペーンをやるそうです。まあ、ログインだけみたいですね。はい、最後。2周年記念公式オフ会開催っていうことで、12月1日の14時からですね、KT ビル、まあ、公営テクモの本社ビル らしいです。神奈川県横浜市であるそうです。で、まあ、オフ会の、まあ、なんか参加者募集してますんで、そちらの方の、まあ、案内はですね、ゲーム内から見てくださいっていうことです。まあ、かっこいいイラストっすよね、これ。で、しかも多分これ、ほぼ、日本地図通りの配置ですよね。伊達家が上の方にいて、北条、上杉、武田、織田と徳川が、徳川はもうちょい右な気はしますけど、まあ、大体の流れで。で、長宗我部、で、毛利、で、島津っすかね。はい。まあ、なんか、そんな感じですね。かっこいい。書き下ろしみたいですね。っていうことなんで、2周年来ますよっていうことです。2周年来ますよって何が怖いかって言ったら、新レアリティが私は怖いです。はい、どうなるんでしょうかね。はい、というわけで、10月29日の公式生放送の内容まとめでした。はい、以上になります。まあ、長くなってもあれなんでね、頑張って早口でやってきましたけど、そういう感じでした。はい、システム関係が多かったですね。まあ、テコ入れは、しようとしてくれてますけど、まあ大きくは変わんないのかなと思いますけど、細かいところの調整ですね。っていうのをしてくれるみたいですね。はい。で、太田道館さんは、まあ、くでくじ検診が強くなるなっていう感じですかね。はい。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは。